桜の木の下では渡辺淳一が1987年に発表した小説。週刊朝日の5月8日号から1988年4月22日号に連載された。同作を原作とし、1989年に公開された日本映画についても紹介する。1989年5月13日に東映系で公開された。 監督は、高森伊立一、R 指定作品。中学生以下は鑑賞禁止である。渡辺淳一と、プライベートな付き合いのある、岡田茂東映社長が、東映で映画化した彼の作品、一平の雪や、化身、桜の木の下で、別れぬ理由は、僕が、作品に惚れたから映画化したと話している。ある春の夜、京都で料亭を営む、辰村菊野は、 東京から、時々訪れる、常連客の湯佐京平におかみ修行中である、自身の娘、良子を紹介する。聞くのは、染井吉野が咲く近所の寺に夜桜を京平と、鑑賞し、桜好きの彼は彼女に頼まれて翌日昼間に、しだれ桜の名所に良子と一緒に訪れる。その帰りに寄った、宝石店で京平は、ちょっとした指輪を良子にプレゼントするが、 彼は、数年前から菊野と恋人関係にあった。後日、東京で京平と会った菊野は、以前から準備をしてきた東京出店の話が、まとまったことを報告し、自身が借りることになったマンションに二人で訪れて、愛し合う。京都の桜の見頃が終わった頃、京平から一泊二日で、角野立の桜を見に誘われた良子は、 宿泊先でベッドを共にしてそのまま彼の愛人となる。母には女友達と行くと言って出かけた、良子だったが、聞くのは帰宅した娘の態度や、その後たまたま電話で話した、京平の声の感じから二人の関係を疑い始める。6月、東京に聞くのの新しい店が、いよいよ開店して、毎週末東京の店に顔出すことになり、良子は、 母がいない間京都の店を任されることに。それ以降京平は、菊野と良子のそれぞれと交際を続け、母子は、表向きは以前と同じような母子関係を装うが、心の中では腹を探り合うようになる。その後京平は恋愛の比重が良子に向き始め、菊野は、彼の言動が以前と変わってきたと感じ、寂しさからプライベートで飲む酒の量が多くなる。 翌年の正月、キくのはこれまでの半年間で、仕事や、私生活で気を揉むことに疲れを感じ、良子に、東京の店を任せて、自身は、京都の店に専念することを決める。後日キくのは良子を連れて上京し、京平に、東京で暮らすことになった娘の監督役を頼み、その夜、京平と二人きりになったキくのは、久しぶりに暑い時を過ごす。 その後、涼子は、東京の店で忙しく、お神として、懸命に働き、つぼみができた桜の木の下で共平と会った彼女は、妊娠したことを告げる。ありがとうございます。